俺たちが見つけてやるよ。はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。ここでの目的はとりあえずこの機関車を橋通してやることで、前回はあの教会の方にいたカルトの人たちと戦闘しつつ、この親子を助けてあげて、今度はちょっと機関車の調子が悪いから港の方にいる整備士である、クレストという人を連れてくると。地図見た感じ、川は渡らずに行けそう。よー、アルチョム。アルチョム、大活躍だったらしいね。コンパス。ああ、待てよ、これ。後ろから行った方がいいか。後ろに回ろう。あ、ボートもあるな。でもなんかね、ボート乗ったら変な生き物に襲われそうだから、ちょっと地上歩いて行こう。なんか向こうにもボロッボロの建物があるけど、あそこはボートがないといけないかな。これね、あの水に入ろうとしたらね、そう、こうなるんで。これ前作とかと同じだ。ならちょっと、ボート使おうと思ったけど、ここボートじゃ通れないな。とか向こうの木とか、倒木とかで渡っていけるかな。あ、いけるっぽい。凍ってる。あ、太陽。今はマスクつけてないから、これは腕時計として機能しているみたいだけど。じゃあもう日暮れてくる時間だな。ちょっとお邪魔。なんかあるかな。お？お、これは。これはなんだ？たくさんアタッチメントが。ああ、カラシニコフか。ああ、サプレッサー。え、なんかこっちのサプレッサーの方が良さそうだな。ちょっとこっちのカラシニコフからはスコープを回収しておいて、スコープを付け替える。よし、なんか他には。おお、死体、目が開いてる。ああ、これ、クモの巣か。早々に寄り道しちゃってるけど。まあ、あ、雨降ってきた。まあ、いいでしょう。ここはなんもないか。こっから港の方には行けるかな。多分凍ってるでしょ、この辺。行けるかな、これ。い
け、いける、よし、いけない。おお、おお、え、なんか吹いてきた。え、一発食らっただけでこんなに心拍音がするか。基本的に人よりミュータントの方が恐ろしく強いという認識でいいかな。あ、ちょっと追いかけてくるんだけど、どっから来たっけ。さあ、もう暗くなってきたな。あ、違う違う、港に行こう。これすごいジャングルな。な、噛まないで。ちょっと多い。全然これフルオートで撃てないや。硬くないか、ミュータント。よし、弾が。ミュータントと戦っても得られるものがないからな。戦闘避けたいな。っていうかよく見てなかったけど、ひょっとしてこの交換した武器、精度があまり良くないとか、耐久力がやたら低いとか、そういうものだったかもしんないな。物資、まだ先か。なんかないかな。開く。お？ショットガンなのか？またテープだ。どうやらここでしばらく足止めを食らいそうだ。あ、これが作業台だ。なるほど。なるほど。汚れがついてたから精度が悪くなってたって感じだ、これは。で、弾薬の作業台があると弾薬を作ることもできると。これだね。ハンドガン、アサルトライフル、バックショット。ちょっとアサルトライ、あー足りない。まあ、オッケー。で、コンパスの方向。
うん、目の前だね。もういかにもカルトがいそうな。これもダッシュの息切れか。で、ここでミュータント撃ちたくないな。さてさて。おお、おお、びっくりした。いった。うわ。結局拳。ああ、ネズミ。あれ、ここ人いるのかな、ここ。ああ。汚い。トイレが汚い。なんか人がいる感じは全くないな。デーモンとかに襲われそう。最上階部とかに行ったら。ミュータントが騒がしいな。いやいやいや、グロい。ここはこんだけか。あ、金庫。お、おいしい。誰かいますか。向こうは明るいな。あ、あ、クレスト。おお、あ、あそこにいるのは。屋上。この中から行ける？あー、なんか嫌なのがたくさんいる。まあって。待て。ああ、たくさんいる。たくさんいる。ちょっと逃げる。ジャンプなのか。なんかあった。うわ、こっち来てる。待って、ここなんでもないな。ここから上、ここから、あ、いける。クレスト、おお。ちょっとこれ、高倍率スコープつけるのまだ早いかもしんないな。よし。そっちにもいるのか。そっちに登れば。ああ、あ、クレスト強い。
うわー、たくさん来てる。痛い。もうクレーンを下ろしてくれるって言ったから、ちょっとここでミュータント倒そう。あー、待って待って、おお、ミュータントが、はいはい、避難。おめえ強えな、イカれてたぜ。このミュータントどもは厄介でな、村人は対抗する術がなかった。でもおめえは違った、奴らにお見舞いする術を持ってた。まあ会えて嬉しいぜ。俺はクレストってんだ。おめえあの機関車から来たのか。この辺りのやつはおめえと口も聞かなかっただろうな。いきなり撃ってこなかったが、あいつらは本当にクソだ。俺はもう長いことここにいるから分かってるがな、この辺りを牛耳ってるカルト教団はテクノロジーを意味嫌っている。世界を滅ぼしたってな、バカバカしい。頭のいいやつはここでは歓迎されないのさ。で俺は自らの罪を認め、電気の悪魔と戦うと誓うまで監禁されてたのさ。俺は悪魔の手先なんだとよ。可愛い悪魔だろ。とんだ悪魔がいたもんだぜ。大した悪魔だぜ。俺はエンジンを修理して生きてきた。だがもうこの場所にはうんざりだ。俺は東を目指す。もうここでできることはない。都市は滅んだ。いるのは悪党と獣ばかり。ボルガ川の向こうにはチャンスが転がっているはずだ。それで俺はレールカーにありったけの商品を積んでここに来たんだ。東に行って商売するためにな。だが甘かった。生きて逃げられただけでも幸運だったよ。それはそうと、おめえが来てくれたおかげで計画が実行できそうだ。一人では無理だった。だがおめえらも東に行くんだろ。はい。俺がここから双眼鏡で見る限りでは、あのエンジンがまだ動いているのは奇跡だ。まあ双眼鏡を覗いてみろ。この辺のことを教えてやろう。お、ありがてえ、友好的な人だった。まずは橋を見てみろ。てっぺんが見えるか。緊急装置がまだ作動するならあれが下がるはずだ。教会にいるカティアが詳しいことを知ってる。俺はあそこに行ったことがないからな。その右があのでかい格納庫がターミナルになってる。共振者どもにとっての聖域で装飾が施されてる。サーリフィッシュの住処だ。あのバカどもめ、あれ橋か。それをもっと右、客車が並んでるそばの建物が見えるか。あそこはかつて車両基地だった。あの辺りには悪党どもが住み着いているが悪い場所じゃない。ちょっとね、すごく見にくいこれ。その周辺も悪い場所じゃない。彼にはもってこいの場所で、俺の隠れ家もいくつかある。見つけたらそこで休んでもいいし、装備を修理してもいい。おお。夜に焚き火でもしない限りは安全だ。へ、来いよ、俺の家を案内してやろう。オッケー。すごいね。そんなにいい双眼鏡ではないようだが。で、ちょっと今のうちに4スコは叱るべきところで使うことにして、AR から外しておこう。よし。暗いな。これが俺の穴蔵だ。ここが俺の家だ。まあ、豪邸通りじゃないが。あ、ベッドもあるぞ。使えてるなら遠慮はいらない。作業台もある。弾薬やグレネードが欲しいなら素材もある。自由に使ってくれて構わない。え、素材もある。ありがてえ。なら遠慮なくもらっちゃう。まあそりゃそうと、念のために言っておくが、俺はただのイケメンじゃない。ここに知識がたんまり詰まってる。そしてこの手を見てみろ。何だって直すことができる。俺を連れて行かないなんて選択肢はないぜ。いや、連れて行くつもりで来たので。
まあでもさっきちょっと作業台にも触れたことだし、タバコを買っておいた。クソ野郎どもに追い出される前にね。あのバカどもは俺の照明が気に食わないんで、それで村と橋から追い出されて。まあこの辺も特には問題ない。これからいろんな装備が手に入ってくるんでしょう。だがいきなり挑戦するのはおすすめできない。あいつらはバカで狂ってる。おめらの登場に恐怖を感じてるはずだ。きっと審判たちが貴様感だったなと思ってるんだぜ。手時間通りだってな。このジップラインを使えよ。使い方は簡単。フックをかけるだけだ。ジップライン。あいつらを恐れる必要はない。だが獣となると話は別だ。あ、まだ話してた。クレスト、クレスト、バイバイ。よし、クレストも来る？来ない？さて、あーなんかやばそうなのがたくさんいそう。ここ、いやいや、瓦礫の山だ。あ、やばそうの、やばそうっていうか、ここさっき来たところ。すげえ足音がする。お、おお、そう来る。よし、拳で戦うぞ。あ、まだ来る。これね、結構ね、ひるむんだよね、一発で。そのタイミングで、殴って、撃って、よし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 。世紀末節約術だ。え？アンナは、オーロラから200メートルくらいの場所にあるアンテナを調べてました。そこで何かを見たと言ってました。一人でか？なぜだ？お前ら全員何やってた？すぐに現場に向かい、全員集団で行動しろ。NATO の軍隊がうろついてることがないからって観光客じゃないんだぞ。ミラ、通信終了。はい、ごめんなさい。アンナ一応機関車の近くにいるって言ってたんだけどな。まっすぐ近くだけど。お、なんだ？何してる？アンナ？え？アンナじゃない。ああ、え、まさかアノマリー的な。アンナ、アンナどこ？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。こいつらの相手はしたくない。あ、なになになに、飛んだ。ちょっと待って、一回この中に逃げたい。アンナを見つける。うん、ちょうどこの辺だが。どこ行った？ああ、え、マスク。アルちゃん、声が聞こえた。夢のような場所だった。ここどこ？でもあなたの声が聞こえて、あなたを置いていけなかった。
ここはどこ？落下で意識を失っていた間、バンカー内の毒のある空気を吸ってしまった。落とし穴に落ちただけか。まずいな。おお、うわあ、雲。ミュータントとの戦闘かな、これは。これは開かない。あ、こういう地下はしょっちゅう見たな、前作とかで。あ、なんか置いてある。うん、これはなんか見た感じ破壊できそうな。ああ、簡単に。拡張マガジンみたいのがついてないか、これ。お、まあ、拡張マガジンというか、あの最初のマガジンがちょっと少なすぎたから、うん、これは良い。ちょっとアンナの咳込みが響いてる。お、本、日記か。ビション濡れの書き置き。ああ、各地域にあったのかな、いろいろ。この武器そろそろ弾を作ってもいい頃だけど、限界になったら作ろうかな。そうそう、ここはフィルターを変えて。ああ、誰かが死んでるのか、あれは。あ、ほらほら、よし。あー、嫌なミュータントの声だ。これハンドガンの方が強い気がする。頭一発。ただ3発だもんな、これ。やばい。あー、ちょっと待って。この狭い空間で、それは。ほら、痛い。まだいる。ほら、待って、これマスク壊れてねえか。まずい。待って、フィルターじゃどうにもなんねえ。こういう時って、死体から。待って、また。あっくん。よし、今回ここまでにしよう。そうだ、ダメージ受けすぎたらマスクも壊れるんだ。ちょっとパパッと敵を倒した方がいいね。弾はたくさん作っといて、ちょっと次回もう一回ここから進めていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。